鶴見営業所の所属車両いすズ L が川崎鶴見、臨行バス鶴見営業所は、神奈川県横浜市鶴見区駒岡1丁目28の9に所在する川崎鶴見臨行バスの営業所である。営業所を表す記号は T。最寄り停留所は、駒岡車庫で、臨行バスの路線以外では、横浜市 A バスが停車するが、東急バスは停車しない。川崎鶴見臨行バスの前身となった。 鶴見銀行鉄道のバス部門を源流とする、同社最古の長い歴史を持つ営業所である。鶴見駅西口を中心に、横浜市鶴見区北部や江北区北東部の路線を担当する。現在は通常担当する一般路線のすべてが鶴見駅西口を起点とするのが特徴であるが、正月三が日,日の川崎駅川崎台市。 直行バスには鶴見営業所の車両も応援に借り出される。また、羽田空港への空港連絡バスの運行も担当する。鶴見駅近くの鶴見線高架下に本山車庫があり、最寄りバス停留所は元山前である。鶴見線が鶴見銀行鉄道だった時代に鶴見本山駅があった場所でバス事業開始時にはここが初代の鶴見営業所であった。 鶴見本山駅は鶴見駅と国道駅の間にあり、1942年に廃止されたが遺構は残っている。1970年に駒岡に鶴見営業所を開設し、元山車庫は鶴見営業所分室とされた。また、営業所だけではバスをすべて格納することができないため、現在の鶴見営業所と環状2号線を挟んだ反対側に鶴見営業所第3車庫がある。 本山車庫、第三車庫は車両留置のみで配置はなく、貸し切り車、特定車のみの留置となっている。川崎鶴見臨行バスの営業所では唯一、所属車両の登録番号が横浜ナンバーである。神奈川県で川崎ナンバーが導入される前は、全車が横浜ナンバーであったが、1980年の川崎ナンバー導入後は、川崎市内の営業所の車両は順次、 川崎ナンバーへ変更された。川崎鶴見臨港バス遠隔及び鶴見臨港鉄道遠隔も参照鶴見駅から馬場を経て菊名駅へ至る鶴見管内の主力路線で臨港随一のドル箱路線。鶴見、菊名両駅の通勤通学と私立東高校への通学も担っている。臨港バスの一般路線ではこのツールのみ横浜市神奈川区も走行する。 港北小学校前より、菊名駅前側は、菊名駅止まりを除いて一方向の循環経路となっており、循環経路上にある停留所で乗降する場合は、菊内駅を越えて乗車することも可能となっている。終日混雑する路線で、朝ラッシュの時間には約3から6分間隔、夕方ラッシュの時間には約4から8分間隔、日中でも約7から10分間隔の高頻度で、 運転されるが、道路渋滞により、定時で運転できないことが多い。平日土曜夕方と深夜バスに、鶴見駅西口発東高校入口止まり、平日土曜朝夕に、東高校入口発鶴見駅西口行き、夜間のみに、藤塚経由、菊名小学校入口経由の菊名駅止まりがそれぞれ運転される。こちらは、菊名駅到着後、 津波街道環状2号経由で営業所まで改装される。早朝の菊名小学校入り口発は営業所より、環状2号、津波島街道経由にて、菊名駅前発は営業所より、環状2号、津波島街道広北小学校交差点右折、菊名橋交差点右折にて改装される。菊名駅前周辺は特に京ア路の上、交通量や歩行者も多いため渋滞が起こりやすい。 また、菊名駅前停留所はバスを待てる場所がないので、菊名駅東口の階段の手すりに沿って整列するようになっている。深夜バスの菊名駅発は、鶴見駅西口からは通常運賃で運行されるが、菊名駅前から深夜運賃となるため、該当便のみ菊名駅前を超えての乗車ができないため、菊名駅前始発の扱いとなっている。菊名小学校入口県油便は、 菊名駅前には乗り入れず、綱島街道上の降車場に停車する。この停車場は、横浜市営バスの菊名駅前停留所とは異なる場所に立地している。鶴見駅から東寺を、ししけ国地区、駒岡車庫を経て、新横浜駅へ至る。駒岡車庫新横浜駅は、横浜市営104系統と並走する。鶴見駅駒岡車庫便は出入港を兼ねるが、 元々は、鶴瓶4の支線だったものを、道路線の新名町遺丹字に、鶴瓶2へ変更した。駒岡車庫新横浜駅便も、鶴瓶2として、出入庫のため設定されている。かつては、新名社前経由も運行されていたが、現在は、駒岡車庫新横浜駅便を除き、全便が、池の下経由で運行されている。現在でも新横浜駅方向において、 新名社前経由廃止による修正アートが残っている停留所が一部存在する。東寺を四死家国地区から横浜線、横浜市営地下鉄などへのアクセスとしても利用されており、日中時間帯は平日より土休日の方が本数が多く、約10から20分間隔で運転される。横浜市営104系統と並走する区間は両者、合わせて、 毎時6本以上の運行となっている。特に通学で利用する高校生が多く、平日ダイヤでは通勤ラッシュの時間帯より、学生の登下校時間帯の方が本数が多い。それでも途中停留所は満員で通過されることも珍しくない。沿線にある立花学園中学校、高等学校、白宝女子高等学校が通常と異なる曜日、時間に登下校する場合、 増発便が出ることもある。新横浜駅は、臨港バスの一般路線営業エリアの最西端にあり、横浜市営バス、東急バスのほか神奈川中央交通と総鉄バスも乗り入れている。横浜市営バスから移乗された121系統で、神奈川中央交通が2014年から浜市系統で総鉄バスが乗り入れており、両者とも臨港バスと、 一般路線車同士が顔を合わせる場所は新横浜駅のみになっている。駒岡地区は鉄道駅から遠いため土曜日にも鶴見駅西口発の深夜バスが運転される。休日はトレッサ横浜周辺の道路が渋滞するとダイヤが大幅に乱れる。また豆の交差点新横浜駅周辺もよく渋滞するので休日は定時運行が難しい。 鶴る山系統が使用する、津な島駅のバス乗り場津な島駅高架下のバスターミナル他の系統はここから発着する、鶴見臨港鉄道時代から存在する、臨港バス最古の路線である。鶴見駅西口から東寺を、しし国地区を経て、津な島駅を結ぶ。朝夕の時間帯は、約5分間隔ほど、日中は10分間隔で運行される。 津奈島駅では、東横線高架下のバスターミナルではなく、離れた乗り場から発車する。駅前の右手の狭い道を入り、交差手前右手にバス1台分が入るくらいのスペースがあり、その場所が乗り場となっている。津奈島駅は1963年に高架化され、それに伴い高架下にバスターミナルが設置されたが、鶴麗さんはそれ以前の路線開設時からこの乗り場で発着していた。 乗り場に道路上からバックでつけるため、終日バス誘導員が配置されている。このため、津波街道に出る経路もバスターミナルから出る路線と異なり、津波駅から鶴見川を越えるバス路線で唯一、津波駅入口停留所には停車しない。沿線にトレッサ横浜があり、トレッサ横浜前バス停からアクセスできる。鶴礼にと同様、休日は、 ドレスサ横浜周辺の道路が渋滞すると、ダイヤが大幅に乱れる。また、勝負園前、綱島駅周辺も渋滞が発生しやすいので、定時運行が困難である。明治横浜研究所前から、綱島駅は、東急バス比93系統と並走する。鶴見駅西口駒岡車庫便は出入庫用で、同じ出入庫用の鶴麗2の、経路違いに当たる。駒岡車庫駅は、 鶴見駅を出ると、環状2号線と交わる交差点を右折して、駒岡車庫へ向かう。駒岡車庫・津島駅便も、鶴零山として、出入庫のため設定されている。鶴見駅と津島駅を結ぶバスとしては、他に、鶴見駅東口発着の横浜市 A13、系統があるものの、そちらは、市の瀬発着便や新横浜駅発着便も、運行されているため、 両駅を結ぶバスの運行本数では、鶴玲山の方が多く、運行時間帯も長い。鶴見駅西口から鶴見寺市が谷通り、知って黒川道路などを経て新川崎交通広場へ至る路線。開設当初は高野橋までであったため、路線名は高野橋線となっている。後に北、風まで延伸されたが、新川崎駅の開業に伴い新川崎駅。 入り口まで延伸された。長年使われてきた北、カ瀬の折り返し所は、現在臨港バスの賃貸店舗となっており上州屋が入居している。十福島へと山崎は、往路と袋で、バス停の位置が異なり、鹿島田陸橋は、鶴見駅、西口方向のみ停車する。駒岡不動村前マイナス1本橋間で、東急バス比93系統と、 また1区間ではあるが一本橋越し時間で、94系統と並走する。臨港バスの横浜ナンバーの車両で、川崎市内運賃を徴収する唯一の路線である。横浜市と川崎市にまたがって運行しており、高野大橋が運賃協会となっている。両市をまたいで乗車する場合、横浜運賃が適用される。2004年8月16日に、 新名町営業所に移管された。この際に出入コ路線の内駒岡車庫から新川崎駅入り口が廃止され、鶴見駅西口駒岡車庫は鶴02に変更された。駒岡不動村前から先は利用客が少ないため、日中は40分間隔と本数が少ない。2014年2月16日のダイヤ改正で鶴、2015年4月1日より新川崎、 交通広場に乗り入れ開始。これにより、新川崎駅入り口は、鶴見駅、西口方向のみの停車となった。遺憾路線及び、川崎鶴見臨港バス新名町営業所鶴零四系統も、三章鶴05、鶴零六は、同一ルートの外回り、内回りである。先に、東寺尾から回る路線が鶴零五、先に、寺谷角から回る路線が鶴零六と、 区別されている。系統番号が付く1980年以前は、内回り、外回りとも、三つ行循環と統一されていた。前述の鶴玲3とと共に、臨行バスの路線の中では、最古の路線の一つである。東寺尾川は、鶴玲1、鶴玲2、鶴玲3、鶴玲4、鶴十二、川50と本数の多い系統と並走し、特に川50とは、 全線の3分の2程度が重複する。一方、寺谷各川は並走する系統が本数の少ない鶴0 7と横浜市 A67 系統のみであり、運行されているバスは鶴瓶5、鶴瓶6が主体となっている。沿線に県立鶴見高校や白鳳女子高等学校があり、通学時間帯はかなり混雑する。鶴見駅西口、寺尾中学入口間は、 アップダウンが激しいため、一循環20分程度という短距離ながらも、利用客は多い。鶴見駅西口マイナス3つ池口間は、鶴02、鶴03、鶴04、鶴12の保管を兼ねている。鶴見駅西口から三つ池公園を経由して、駒岡車庫まで結ぶ路線である。寺尾中学入口までは、鶴05、鶴06と並走し、 寺尾中学入り口から三つ池公園までがずる0 7の独自区間となっている。昼間の時間帯は駒岡車庫まで行かずに三つ池公園行きとして運行している。三つ池公園発着便は三つ池公園駐車場を利用して折り返しを行う。路線図等では駒岡不動村前には止まるように見えるが実際は止まらない。 基本1時間あたり1から2本と本数は多くない。上、日中に平日で2時間以上と休日は4時間弱運行がない。週バスも19時台と早いが、朝夕のラッシュ時間帯は混雑する。鶴見駅西口から北寺を上宮地区の輸送を担う近距離路線。四死が谷から先は、道幅が狭い難所が続く。基本は15から25分間隔での運行。 朝ラッシュ時は10分間隔。鶴見駅西口発のバスの方向幕には、ババ7丁目と書かれているが、実際は、ババ7丁目付近で、ループ運転を行っている。ループするバスは遅れてなければ、上宮1丁目で、時間調整をする。上宮1丁目止まりの便は、そのまま駒岡車庫に改装入庫される。反対に、駒岡車庫から改装出庫した便は、 ババ小学校始発鶴見駅、西口行きとして運行する。東京都のみ、鶴見駅、西口バスターミナルの外から出発する。そのためか、鶴見駅西口志士が谷間のみの乗車は少ない。反対方向も朝は、志士が谷の手前で満員になることも珍しくない。川23系統、編集臨行バスの路線の中でも、最も歴史のある路線。 元は1924年に大島自動車紹介によって開設された川崎駅大島四角の路線が原型となっている。後に川崎大島で延長され臨行バスの路線となった。2003年には国土交通省関東運輸局によって関東乗り合いバス100線の路線の一つに選定されている。日中でも1時間に5から7本と本数が多い。ちなみに、 大使停留所は、川崎大使駅の目の前である。通常は塩浜営業所のみ担当だが、正月の直通系統のみ鶴見営業所も担当する。なお、川23系統と直通系統では、途中経路はほぼ異なる。また、箱根駅伝の選出通過時間帯は、国道15号線が規制されるので迂回運行となる。新横浜駅と羽田空港を結ぶ路線で、 羽田空港旧ターミナル時代から運行している数、少ない空港連絡バスである。開業当初は、首都高速湾岸線がまだ全線開通しておらず、往路は全区間一般道、袋のみ首都高速道路を利用していた。運行本数もピーク時は朝夕12分間隔、日中20分間隔で運行していたが、周辺鉄道駅への路線が相次いで開業したため、 現在では朝夕20分間隔、日中30分間隔の運行である。首都高速道路横浜北線の開通に伴い、2017年4月1日より、新横浜駅前大国、ジャンクション間は、横浜北線経由に変更された。以前は、新横浜発は、首都高速道三沢で入り口を使用、羽田空港発は、第三京浜道路港北 IC 利用と往路と、袋で、 途中の経路が異なっていた。新横浜プリンスホテル発着とし、新横浜駅利用者の他ホテル利用者の便も測っているのが特徴である。2015年10月1日より、朝の新横浜発の一部の便は、新横浜駅始発に変更になり、新横浜プリンスホテルには入らなくなった。かつては羽田空港国際先進や到着便対応として、 羽田空港発のみ深夜バスの運行もあったが、現在は廃止された。臨港バスの一般路線の営業エリアからは遠く、離れ、横浜市青葉区にある東急、田園都市線玉プラザ駅と羽田空港を結ぶ路線。日吉本、石川線、第三京浜道路、首都高速道路を経由する。京浜急行バス、東急バスと共同運行。一部の便は、 国内線第一ターミナルには停車しない。2017年4月1日より、横浜港北 JGT 大国、ジャンクション間は、首都高速横浜北線を経由するようになった。詳細は、東急バス新は営業所空港、ディズニーリゾート路線を、山椒本山線は、鶴見駅高架下車庫への入庫便。路線図にも記載されてはいるが、実際の旅客運行はない。 また現在、元山前には、バス停ポールがなく、乗降もできない。鶴玲に、編集かつての鶴玲にの鶴見駅西口、新横浜駅便は、平成諸島の時点では、新名車前経由が主であり、現在の池の下経由は、朝夕のみの運行であった。しかし順次池の下経由にシフトされ、新名車前経由便は廃止された。経乗船編集経乗船は、 開催日のみ運行、横浜市営バスと共同運行であった。過月園競輪の開催終了に伴い、2010年3月31日、限りで廃止。新横浜成田空港線、編集新横浜通り、首都高速道路、東関東自動車道、新空港自動車道を経由する。新横浜発は、首都高速道路三沢出入り口を使用。 成田空港発は第三京浜道路江北 IC 利用と往路と袋で途中の経路が異なっていた。京浜急行バスと東京空港交通が共同運行していた既存路線に2008年10月16日に臨港バスが参入。2015年5月31日をもって運行休止となる。川崎競輪場での競輪開催日のみ運行。 林港バス浜川崎営業所、塩浜営業所、川崎市バス塩浜営業所と共同運行していた。林港バス、川崎市バスともに、路線図には道路線の記載がないが、両社局とも道路線用の案内表示が用意されていた。2019年5月末日をもって林港バスは撤退。現在は川崎市交通局と IBS 高知の2社で運行されている。 鶴る04、編集2004年8月16日に、新名町へ移管。駒岡車庫から新川崎駅入り口は廃止され、鶴見駅駒岡車庫は、鶴玲2に編入された。その後、2014年、現行路線及び、川崎鶴見臨港バス新名町営業所鶴玲4、系統も、参照鶴玲8系統、編集浜川崎営業所へ移管。詳細は、 川崎鶴見臨港バス浜川崎営業。詳細は川崎鶴見臨港バス新名町営業所川50、系統を参照川51系統。編集主に新名町営業所が担当であったが、朝夕ラッシュ時、または正月ダイヤで増便する場合に応援として運行されていた。かつて鶴見営業所に在籍した方向幕式の車両に、 川51の方向膜が入っていたのは、この当時の名残である。詳細は、川崎鶴見臨港バス新名町営業所川51、系統を参照創立70周年記念、銀バス復刻塗装イスズキュービック一般路線車は、イスズ自動車製の車両のみが在籍している。かつては、富士重工製車体仮装車が大半を占めていたが、1984年、 および1996年以降は純正車体のキュービックでの導入となった。富士重工車体化走車とキュービックは2010年までに全廃している。2000年からはエルガの導入を開始し、現在はエルガに統一されている。かつては大型ショート車のエルガ LT や中型車のエルガミオも在籍していた。ほとんどノンステップバスであるが、ワンステップバスも数台在籍する。 他の営業所では大型長弱車が導入されているが、鶴見営業所管内は境外路線が多く長弱車の導入が困難である。そのため、近年は後部座席を削減し、立席スペースを増やしたラッシュ型ノンステップバスが導入されている。さらに2019年からはラッシュ対策としてノンステップエリアの扉のない側の座席を撤去して乗車定員を増やした特注仕様の 高速車は三菱不走製の車両が導入され、エアロバスやエアロエースが在籍する。特定輸送用に、三菱不走、エアロスターや三菱不走、エアロミディ、イスズエルが、日野自動車製の小型車リエッセが配属されている。ありがとうございます。